去年と比べて賑やかさが戻りつつある2021年、このイルミネーションを見るとほっとする自分がいる。お、蝶が追加してやがる。あれ、スマートブレインだな。いやー、綺麗だなー。飽きた。俺、飽きた。やっぱり俺は、こっちの方が落ち着く。いやー、いい景色だ。お、これは確か、オーズの宝くじ売り場。いい。いつ見てもいい。おー。おー。おー。カノンがいっぱいだ。さて、いつも通りこれを。しまった。重力装置がオフになっていて、無重力状態になっている。早く重力装置をオンにしないと。でやー、うい。到着してから数日経ったけど、まだまだ慣れないな。無重力で変な体力使ったから、より一層、腹が、減った。お、おいでなすった、おいでなすった。俺のケーキに彩りを加えてくれよ。リヴァイ、バイス。お、このピック、前よりも表面がサラサラしているような気がする。なかなかかっこいいデザインだね。え？なんだ今の声。湧いてきたぜ。いきなり俺の大好きなイチゴ乗っけちゃったよ。ではいただきます。早々と退場ありがとう。このフィルムのデザインなかなか活かしている。フィルムについているクリーム、舐めてみようかな。キャラデコクリスマス、4年目にして初のホイップクリーム。47歳、真冬の大冒険。お？予想よりくどくない。はあ、そうきましたか。でも、甘い。
ゴン攻めしていくぞ。中はいちごクリームか。あ、やってしまった。ケーキに見とれてまたもや大事なものを忘れてしまった。君なんだよ、君なんですよ。ほーら、美しい。グラスに注ぐだけで雰囲気が変わるんだよ。なあ、ジーク。外見と中身のギャップに惚れたんだよ、俺は。うわあ、元気、はつらつ。解説者である俺の胃袋が言っている。ビッタビタ盛り上がってきたぞ。あ、そうだ、買ってきちゃった。これで一人で二役。今までホイップクリームを頼まなかったことを非常に後悔している。ここで必需品、いちごさん。君がいないと俺はこれをケーキとは言わない。いちごがないケーキなんてアギレラ様が出ないリバイスみたいなもんだ。ずれる。ずれる。つけるのやめよう。はあ、食べてみたいな。そう、こういうのでいいんだよ。ゴールが見えてきた。完食への金メダルまでもう少し。フルスロットルで行くぞ。あれ、来た。突如来た。またもや俺の体に何か異変が起きている。ここで途中棄権。メダルは取れなかったけど俺にはこれがある。レッド、グリーン、ゴールド、どっからどう見てもクリスマス色。全然押せない。お？スタンプの方にはメリークリスマス。バッチグー。けど押せない。ボタン電池を2個入れて背面のボタンを押す。チャラ男が騒いでいる。
なんともハッピーな気分になれるな。お？電話？はい、もしもし、一ノ瀬です。あ、お世話になっております。はい。あ、今ですか？あ、少々お待ちください。今のうちに、いただきまーす。え？